当たった。当たったね。今当たったけどな。なんだっただろうね。今日もこういった小魚を急ぎ足で取ってですね、これを餌にしてます。それを餌にして、あ、今当たりがあった、よかった。じゃあこの磯は、おまたとららららららら、しるしる入っていった。なんだ、お、入っていけ、もっといけ、もっといけ、乗るか。よし、乗った。あれ、もっと入ったです。軽いな、これ。なんでしょう、なにこれ。あ、ムツだ、ムツ。ほら、ムツですね。ちょっと血も流れてるしね、ちょっとこれ食べてみましょう。はい、ムツ。この魚なんでしょうね、これね。カタクチイワシかな、シコイワシかな。よし、乗ったか。あ、乗った。あれ、さっきよりちょっと大きいか。お、なんだ、どうした。あ、なんだこれ、粘るかこれ。カサゴだ、カサゴ。波の花で、この下の魚がそういうカタクチイワシの稚魚だと思うんですよね。いつもこういうのを磯際で網ですくってですね、泳がせて使ってます。今日北風、まあまあ吹いてるんですけどね、向かい風なんですよね。表の外海側の磯行けば背中から風を受けるんですけどね。おい、取った。よし。行け。もっと行け。よし、来た。あれ、当たったけどね。なんだこれ。あれ、サヨリ。ここでもサヨリだよ。1.75のハリスを1キロですね、それで水中機の 2B つけて、当たり行きが B ですね、で誘導を1キロ取ってます。で上の層はお餌がちょっと残りっぱなしなんでですね、見込みなさそうなんで、これでも餌がどんどん残るようでしたらまた棚深くしていきますけどね。当たった。おお、当たってる。ああ、だけどやっぱサヨリっぽいな。横に入っていくもんね。ああ、サヨリだな。乗ったか。乗った。ほら、サヨリ。サヨリなんですよ、これ。ああ、サヨリだらけじゃん。とりあえずサヨリ1匹持って帰ろう。ほら、寄生虫がいますって、ね、タイノエって言わないらしいですよ。名前忘れましたけど、ほら、寄生虫が。いや、本当にメジナの気配がないんですけど、メジナいるよね。なんか雰囲気そんなに悪くもないんですけどね。
言うよね。メジナいないって思ったらそこで終わりなんで、こっちの風向き考えるとこっち側を釣りたいんですけどね。こんな感じで目が邪魔して竿を出せそうにないですね。やっぱり表向きの磯に行くべきだったかな。餌取る時あんのかな。あれ、針がねえや。これフグか、もしかして。フグが上まで浮いてるから少し棚浅くしてメジナも浮いてくる可能性がある。浮きを00号に変えて、二ヒド取ってあるハリスの中に浮きを入れました。まあ、最近よくやってる仕掛けですけどね。おそらく浅い棚で、まあ、フグでも何でも浮いてきてる魚がいるんでですね、そこに棚を合わせましょう。よし、当たりですね。あれはサヨリなのか。すごい流れる。よし、ああ、だけどこれサヨリっぽいな。サヨリだよね。これバカスカ来る。バカスカ、00号からトリプルゼロに変えてみます。もうしっかり沈めて試してみましょう。トリプルゼロなんで、もう着水と同時にどんどん沈んで入っていきます。もうどん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 流しながら、まあ浮きは見えないですからね。もうね、それぐらい速いんですよ、これ。右に流れてる潮が。持ってないのか、これで。ああ、サヨリか、やっぱり。当たりは出るんですけどね。全部サヨリ。サヨリ。サヨリ。やばい。今日もこれで終わってしまうと思う。ちょっとサヨリ多すぎるな。釣れんのこれ。はい、仕掛けを買いました。ハリスを2ヒロ取ってですね、誘導1ヒロで浮きを B に変えました。寄り戻しのすぐ下に B のガン玉を打って、ハリスの真ん中にジンタンの5号打ってあります。ハリーはグレバリの5号です。
2、3匹ほら30ないぐらいこれが入ってきただけでした。ありがとうございました。